そうなお天気となりましたけれども、お怪我などはありませんでしょうか。髪は切っておりません。巻いております。湿気ですかね。確かに今日はまとめるのにだいぶ手間取りました。コテでいつも巻いていたりとか、あとなんて言うんでしょうか、カーラーっていうんですかね、よく100円ショップとかで売られているカーラーがあるんですけれども、どちらか使ってるんですよ。だいたいカーラーでまとまるんですけれども、今日はカーラーもかなわずにアイロンでコテコテ巻きました。そういった時期になりますからね、皆さんも雨の季節ですね。最新情報か詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。